社長、はい、ちょっと今日お願いが、はい、どうぞ。ですね、はい、どうぞ。はい、寒くなりましたね、最近。寒いですね。はい、でもなんかいつもあの T シャツの社長が、まあ、お元気しすぎて、もう普段は T シャツでね、時たまこんなごっついの着てますけども、はい、もう私は年中裸っていうか T シャツですよ。はい、であのクリスマスがですね、社長、はいはい、近づいてきております。はい、クリスマスって言ったらサンタクロースじゃないですか。そうですね、私たちも小さい頃に本当にいるのかなって錯覚をしてましたけどね。はい、HQTV を見ていただいている皆さんにはですね、うん、森の内サンタっていうのがいると僕は思っておりまして、全員とか言ったら大変なことになるんですけど、はい、お一人でいいので、まあ、抽選にはさせていただきたいんですが、はい、あ、全然構いませんよ。あ、いいですか。はい、ありがとうございます。はい、何をプレゼントしていただけますか。まあ、なんかこう物よりもね、はい、正月も来るしクリスマスでも家族でこうくつろぐ時間があると思いますから、はい、地元の名産品でも送りますかね。それはもうあの社長が後で選んでいただいて、私にチョイス任せてください。じゃあ何が届くかわからないってことですか。まあ、ちょっとわからないですね。爆弾が届かないのは事実ですから、間違いありませんが、あの地元のね本当に美味しいものが、まあ、私が美味しいっていうだけでわかりませんが、あの私が美味しいと思うものをチョイスしてそれの方にお送りしましょう。ありがとうございます。皆さん、あの堀の内サンタはやっぱり存在していたようです。それともう一つ、はい、もう一人送らせてもらいたい。あのこういった YouTube だとかやってると、まあ、世の中っていうのはね好き嫌いがありますから、はい、好きな人もね嫌いな人もいるし、合う人もね合わない人もいるんです。はい、私を一番嫌いに思ってる人のコメントに私は人にプレゼントして、私が読んでこれほど俺を嫌ってるのかっていう人に、あ、じゃあアンチの人も一応プレゼント もうアンチの人コメントが欲しいってことですか。そうです、超アンチの人、もう本音でアンチの人でいいんです私。あ、じゃあ2名ってことを言うんですか。そうです、そうです。じゃ あ, あの何か思いを、はい、好きな方も社長大好き、こういうところが好きっていう、はい、で俺はあなたのことが大嫌いなんだよ、こんなところ嫌いとか、そういうコメントをいただいて。そうなんです、そうなんです。だからあの、ね、好きっていうとか、まあいいですねっていう話もあるんですけども、はい、俺はお前嫌いなんだよと、こんなところが嫌いなんだよって知りたいんですよ、私本音で。あ、そうなんですね。そう、そうなんです。わかりました。じゃあ1名増えまして、アンチにもプレゼントするということで、大好きな方に1名、アンチの方に1名、それも社長が美味しいと思うものをチョイスしていただいて、何が送ってくるかは分からない、ね、そうですね。ただ確実にプレゼントしていただいて。あ、それはもう絶対間違いありません。あ、分かりました。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。楽しんでください。はい、よろしくお願い申し上げます。